はい、皆さん、ユビーズ関東支部のチュンです。平成が令和に変わってですね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回ね、紹介するのは偽造指人形っていうね、新たなタイプの指人形の紹介になります。皆さんご存知の通り、この指人形たちは近い将来お金に代わる通貨として普及していくというね、予想がですね、我々ユビーズのスーパー AI は予想しております。まあこのね、国際通貨化に向けてですね、指人形どんどん盛り上げていこうかなと思ってるんですけども、過去にですね、やっぱり指人形世界的に注目されている商品なので、やっぱりお金と一緒で偽造されてしまったことがあったんですね。で、今こちらのね、上に並んでいる黄色い目のウルトラマンたちの指人形ね、実はこれ偽造指人形なんです。パッと見ね、形とか一緒だから指人形なのかなみたいな思う方もね、いると思うんですけども、結構近くで見るとね、この違いは歴然としておりまして、本当に皆さん騙されないように今回動画を撮りました。ではですね、順番に見ていこうかなと思います。はい、じゃあこちらが初代ウルトラマンの指人形です。もうね、違いは目の色ですよね。黄色い目で黒目が塗られているのがこの指人形たちなんですけども、もうね、ほんと近くで見るとね、すごいわかるんですけども、こっちの作りはね、本当にね、緩いんですよ。緩いっていうか甘い。で、最大の特徴はこの指人形、こう指に入れてね、遊ぶおもちゃなんですけども、こちらの偽造指人形は指がね、入らないんですよ。ね、この処理もね、すごい雑なんですよね。で、この指人形、この偽造指人形ね、どういう経緯で製造されたのかなってね、ちょっと考えたんですけども、この指人形って本来作られるときは、こう原型というものがありまして、これとは別に一回り大きいぐらいの原型があるんですよ。で、それをこう挟みまして、型を取って、その金型と呼ばれるものにソフビの材料を流して、この指人形ってのができるんですけども、おそらくこっちの偽造指人形に関しては、型を取られて作った指人形をさらに型を取って作っているので、造形が緩くなってしまったのかなって考えたんですよ。で、このエイティなんかも、鼻がね、特徴なウルトラマンなのに、もうこっちは鼻潰れてしまってるんで、もうね、気をつけてください、本当に。わかる人にはわかるんですけども、ね、わかんない人はね、簡単に騙されてしまうので、もうね、焦点も、ね、目の焦点もこれ、違うでしょ、この太郎。上向いてんのか下向いてんのかわかんないでしょ、これ。そんな感じで、もし、指人形が国際通貨になった時に、この偽造指人形をお支払いで出してしまったら、もうそれだけで、重罪にね、問われてしまうので、本当に気をつけてほしいですね。ほら、目のね、塗装がね、雑なんですよ。目に限らず、この体のね、塗装とかもすごい雑で、これウルトラの父なんですけども、ほら、このベルトのさ、よく見ないとわかんないんですけども、バックルのところとか、ヒゲとかもさ、彫りがね、浅いんですよ。ただね、このように、ウルトラスパークとかも、時々ね、普通の指人形よりも細かい塗装をされているんですけども、まあでもそれでもね、この裏を見ればわかるんで、皆さん本当にね、気をつけてください。で、もし、これ以外の偽造指人形を見つけたり、手にしてしまった時はですね、迷わず、このユビーズ関東支部にね、送ってください。
私が勝負に出しますので、特殊な方法で。なので、この偽造指人形を見つけましたって、もしね、そういうことがありましたら、専門的なね、この関東支部の方に送っていただけると、もうそれだけで犯罪は防がれますからね。はい。ウルトラマングレート。まあ、この中では、一番新しいウルトラマンになるんですけども、見てください、この背中とか。で、やはりね、処理が雑なんですよ。もう指も入んなきゃ、こうやってね、立たないんですよ。傾いてしまって。我々のように、この指人形を集め慣れているものが買う分には、まだこうやって違いをね、比べて楽しめるんですけども、やっぱりお子さんとか、お父さんお母さんがね、わからないでこの、偽造指人形を買ってしまうと、もうそれだけで犯罪になってしまうので、ぜひ、偽造指人形を見つけたときは、関東支部にご連絡ください。以上、関東支部の動画でした。